記者川光栄です。今回はですね、今アリアンツスタジオン、僕らのホームスタジアムに来てるんですけど、ここにはいろいろこうねあるわけですよ。ラピートのズボンからね、こうアパレルから練習着から何から何までたくさんあるんですけど、今回はグッズの中から、まあ、僕がチョイスして皆さんにプレゼントを、送りたいなと思ってここに来ました。まあ、まず僕がここに2年前に来て一番最初に驚いたのがこのスタジアムで、スタジアムにファンショップものがこう売ってるっていうのは、まあ、僕の中でも新しい買ったのですごくびっくりしたと同時に物が豊富だなと思いました。まあでは今からそれを見ていこうかなと思います。これは僕らが着てるトレーニングウェアですね。これが移動着白、移動着グリーンと、これが上着ですね、移動着の。これがトレーニングウェアのレインコート、これが公式戦の練習着。こういうねトレーナーとかね、枕、クッション、 T シャツ、トレーナー、パーカー、やつ、ボトルとかね、すごいたくさんあるわけですよ。キャンドルなんかもあるし、コップ、ビールなんか飲むのかな、すごいんですよ本当に。赤ちゃんのものもあってね、子供用のなんかもあるし、シャツなんかも、サッカーボール、コップがすごい。ブランケット、これ布団でしょ。人形、メガネケース、なんの、だからここで買えるものって
家の中をラビート一色にできるわけですよね。こんなのもあるし、コップすごくない？これ何なんだろう。ランチボックスみたいなの？やるぜ、おやつ。はい、じゃあツッカーは砂糖。見てこれ、トースター。すげえ。タオル？ああ、プールとかのね、海パンだね。タオル。タオル、タオル。これは昔のスタジアムなのかな。海外っぽい。コースター、ノート、豚の貯金箱。Tシャツなどね。これはレディースのズボンです。フーマラピートポロシャツ。これが今のスタジアムですね。タイプ。スワンズ、マウスのやつだ。パソコンの。ケーキ。じゃあハトルテがこうなってるの。で、こうなってて、チニューは、などずらり。皆さんこんにちは、北川光也です。今回はアリアンツスタディオン、僕らのホームスタジアムにあるファンショップに行ってきました。そこでこちらのグッズを手に入れてきましたので、皆さんにプレゼントをしようと思います。プレゼントを一つずつ紹介していきます。こちらコップですね。はい、と木の板。なんかこれがウィーンのこの観光名所が入っています。と小さいボールですね。リフティングしてもいいし、飾っても良いし。このセットが2つ、1つ、2つと、こちら
公式戦の時のアップ着、皆さんのね、あの応募に多かった練習着っていうものを今回持ってきました。3つ目、これが4つ目、僕らが普段練習で着ているトレーニングウェア。4つ目ですね。5つ目、同じ練習着。6つ目、こちらがブンデスリーガのユニフォーム、アウェイです。今回ホームはね、ちょっと用意ができなかったのでアウェイだけになってしまったんですけど、まあ許してください。まあ、赤もかっこいいし、かっこいいですよね、なかなか。だから6名の方にプレゼントしようと思うんですけど、ただいま年度の切り替わりで卒業シーズンでもあるので、今回はですね、何か頑張ったことや自分これをやり遂げたよっていうものを僕に送ってほしいです。でその中から6名選んで送りたいと思います。リフティング100回頑張ったよとか、ダイエットしたよとか、学校毎日行ったよとか、ね、そういう些細なことでも全然いいので、プロジェクト1個やってまた次に進むようでもいいし、何かこう今年1年頑張ったことを僕にこうメッセージ送ってくれたらなと思います。また応募方法なんかは僕のツイッターから発信したいと思っているので、ぜひチェックしてください。この6つには僕がサインを入れてお送りしたいと思います。皆さんの応募お待ちしております。